1992年のロードレース世界選手権1992年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第44回大会である。この年のレースカレンダーはアメリカ、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、オーストリアの各ラウンドが削られ前年の全15戦から全13戦に短縮された。一方で新たに 南アフリカ GP が加えられ、ヨーロッパ GP は引き続いて開催されている。1992年は、前年度からの懸案とされてきた 500cc クラスのエントリー台数減少に歯止めをかけ、より多くのチームに参戦の門戸を広げるため、ヤマハはヨーロッパの有力コンストラクターに対して1990年型、ユーザー500のエンジン販売を開始し、 同時に例 WC1 の車体情報を公開した。これを受けて ROC やハリスといったヨーロッパのフレームビルダーが自社製のフレームにユーザーのエンジンを搭載したマシンを製作 500cc クラスの活性化に貢献した。また、前年度に引き続き2年連続でポイントシステムが変更となり、それまでの上位15位までから乾燥上位10位までが入賞となった。 その他ミシュランは前年のロスマンズホンダ1チームのみへのタイヤ供給から方針を転換し、ホンダ、スズキ、ヤマハのそれぞれのワークスチームへのタイヤ供給を再開した。ホンダはこの年、各気筒の点火タイミングを不等感覚とした画期的なエンジン、通称ビッグバンエンジンをデビューさせた。これはそれまでの等間隔爆発エンジンが2ストローク。 500cc のピーキーで強大なパワーにより簡単にホイールスピンしてしまうのに対し、電化感覚を広くとってその間にグリップを回復してトラクションを稼ぐというものであった。その効果は絶大で、ホンダはシーズン序盤中盤にかけてたメーカーに対し圧倒的なアドバンテージを得ることになり、他メーカーもすぐに追従することになる。ヤマハは第9戦には、 同仕様のエンジンをデビューさせ、鈴木もシーズン中盤には実用化していた。ビッグバンの概念は、今日の4ストロークのモートジッピーマシンにも受け継がれている。この年、ヤマハのウェイン・レーニーは、コースの安全性向上を主催者に訴えるための、ライダーの団体、インターナショナルモーターサイクル・レーサーズ・アソシエーションを立ち上げた。しかし皮肉にもこの年は、 多くのライダーが怪我に苦しんだシーズンであった。中でも、心身ともに、万全の状態でシーズンを迎えた、ロスマンズホンダのミックルハンは、前述のビッグバンエンジンを搭載した、NSR500 の圧倒的な戦闘力ともあい、待って、前半7戦中5勝を挙げこのまま、初タイトル獲得は時間の問題と思われた矢先、圧戦で行われたダッチ TT の予選でクラッシュして、 足を骨折し、一時は足の切断も検討されるほどの大きな負傷を負ってしまった。レーニー自身も1991年の最終戦に骨折した大腿骨が万全でない状態でシーズンに臨んだがドイツ GP での大きなクラッシュのため続くダッチ TT を欠場することになった。 鈴木のケビン・シュアンツも満身創痍となったシーズンであり、イタリア GP で一勝を上げるのが精一杯であった。ワインガードナーも日本 GP での足の骨折や、ドイツ GP でのクラッシュにより、前半6戦をノーポイントに終わるなど、シーズンを通し重苦しい空気が漂ったシーズンでは、あったが、エディ・ローソンがウェットコンディションで難しい状況となった、ハンガリー GP で火事場に、 グランプリ初勝利をもたらし、ルーキーのアレックス・クリビールが、圧戦で 500cc クラス初勝利を飾るなどの明るい話題も多かった。結局、我慢のレースを重ねたレイニーが、足の負傷から完全に回復できなかったドゥーハンを、最終戦で逆転し、3年連続でチャンピオンを獲得した。そしてこの年、前年度のカジバ遺跡時に2年限りでの引退を公言していたローソンが、 宣言通り引退を表明。ガードナーもイギリス GP で今シーズン限りでの引退を表明したが、ガードナーはそのイギリス GP で見事優勝し自らの引退に花を添えた。250cc クラスでは、ホンダのルカカダローラが、アプリリアのロリス・レジアーニとピエール・フランチェスコ・キリノ、猛追を退け、2年連続のタイトルを獲得した。 初参戦となったマックス・ビアジは最終戦南アフリカ GP で初勝利を飾るなど 500cc 同様世代交代を確実に予感させることとなった。一方 125cc クラスではアレッサンドロ・グラミーニがホンダのファウスト・グレシーニを破ってアプリリアに初タイトルをもたらした。ありがとうございます。